米大リーグヤンキース、エンゼルス、20日ニューヨークヤンキースタジアム。エンゼルス大谷翔平投手、28素が20日、日本時間21日、敵地ヤンキース戦に2番指名打者でスタメン出場。2点を追う7回西2塁の4打席目は、前日に空振り三振を喫した3番手、左腕ペラルタと対戦し、 一度もバットを振ることなく子球を選んで出塁した。初球は相手投手がピッチクロック違反。1ボールからのスタートになった。ヒヤリー右肩抑えて苦悶の表情。試合前ブルペンで42球。ヤンキースの先発は、昨季12勝してブレイクしたエヌ・コルテス投手、28。 初回一思走者なしの一打席目は、初級のスイーパーに食らいついたが、当者比に倒れた。五点を追う三回西一、三塁の二打席目は二ロ。十八日、同十九日の一打席目に二ンを放ってから今季最長十打席連続安打なしとなった。三点を追う五回西一塁の三打席目も、初級を弾き返すも二ロ。 攻略できなかった。それでも4打席目に死球で出塁。16日、同17日に自己最長36試合連続出塁が止まったが、再び4試合連続出塁だ。21年に大谷、22年にヤンキースジャッジが輝いた MVP 対決は、第3戦目。 旧ヤンキー・スタジアム、会場100周年記念試合だった18日、同19日の初戦は、大谷が100年前に本塁打を放ったベーブ・ルースの後を追うようにして、初回に4号、先制2覧を放って、主役の座を奪った。2戦目の前日19日、同20日は、初回にジャッジが大谷の本塁打性のあたりをスーパーキャッチすると、 直後に6号先制二覧を放ち、本拠地のファンから大歓声を浴びた。ここまでチームの勝敗も、二人の活躍ぶりも一生いっぱい。第3戦に注目が集まっている。この日の試合後にはニューヨークから空路でアナハイムに移動する予定。明日21日、同22日間の本拠地ロイヤルズ戦では、 週3日で今季5度目の先発登板が予定されている。試合前にはブルペンで投球練習。42球を投げ込んで調整した。